ラさんこちそれでは今回なんですけども、最大30%還元、ペイペイヤフーショッピングで11月11日、お得なキャンペーンのいい買い物の日などということで、ちょっと前に告知されていました、ペイペイとヤフーショッピングの大型キャンペーン、いい買い物の日ですね。まあ、今回はこちらの公式ページが発表されたので、まあ、それを踏まえてサクッと簡単に紹介しようと思います。 それでは早速、こちら、いい買い物の日、開催期間が11月の5日から11月の11日ということですね。ここからは日付ごとに3パターンに分かれます。 まずはこちら11月の5日火曜日の場合なんですが、ペイペイ残高またはヤフーカードでヤフーショッピングでお買い物をしたらお得ということですね。こちら上から見ていくと、ソフトバンクユーザーの場合は最大で12%戻ってきます。で、この青枠の部分ですね。そして条件を満たすと22%戻ってくるとありますが、その条件っていうのは、まあ下のいい買い物の日特典で、小島などで140以上のストアでプラス5%、もしくはプラス10%が加算されます。まあこれで最大22%ということで ですが今回それだけではなくて11月の5日は5のつく日もあるので最大22%プラスこちらに出てる通り5のつく日は5%がさらに加算されてお店によっては最大で27%まで還元される場合もありますいやこれ考えても,もすごいですよね 次は11月の6日から11月の10日までで対象ストアでお買い物がお得となります。こちらは先ほどお伝えした5のつく日と、まあ、ちょっと似てるんですが、まあ、ここのいい買い物の日の対象ストアが70以上になるということ、そして今得ストアキャンペーンというのがあるんですが、まあ、それはペイペイボーナスライトがプラス6%還元されるので、まあ、お店にはよるんですけども、ソフトバンクユーザーなどの場合は最大でも28%まで還元がされますね。そして何と言っても11月の11日、 日のののみ開催いいい買い物の日なんですけどもこれもまた見事な感じですね。もう読み上げるのは省くんですが、僕の場合ソフトバンクユーザーなので、お店にはよるんですが、最大で30%相当が還元される場合も出てきます。まあ、せっかくなので、11月他にも開催されるキャンペーンもサクッとお伝えします。こちら Yahoo ダイニングでいいグルメ祭りということで、専用ページで必ずエントリーが必須です。Yahoo ダイニングのページからコース予約をしたら、その合計金額の5%、席の人数分かけることの100円分が還元されます。なので、 もし何かこう集まりなどが11月などに開催されるのであれば利用してみるのもいいと思います。次はこちら Y モバイルのキャンペーンですね。まあ、本気でお得な11日間ということで Y モバイルの SIM カードやスマートフォンのご契約でペーペーボーナスライトが最大で9000円相当が付与されます。もし Y モバイルの契約を検討中の方はチェックしてみてください。あと前回の動画でもお伝えしたペーペーフリマとーペーペモールのキャンペーンですね。まあ、それぞれ20%相当が還元されるようなキャンペーンということなんですけども僕も今朝からですね PayPay ペペモールの商品をなめ回すように見てたんですがソフトバンクワインモバイルユーザーの還元率がめちゃくちゃ高いですね、まあ、商品によって25%から30%弱ぐらい還元されるものもちらほらありましたぜひ、まあ、こちらも目が離せないキャンペーンかなと思います まあそんなこんなで今回は11月オンライン上で開催される PayPay ペイペイのキャンペーンについて簡単ではありましたが紹介させていただきました。まあ僕自身は今のところ PayPay ペイペイモールそして11月11日でもしかすると Yahoo ショッピングでお買い物するかもしれません。まあ今回キャンペーン自体は数がかなり多いので把握するのが大変かもしれませんがまあ無理に使おうとせずですねご自身が必要だなと思うものだけ購入することをお勧めします。一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクをそれぞれ貼り付けてますので詳細が気になる方はチェックしてみてください。ということで 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。